エイドワード・ディキンソン・ベーカーは、イギリス生まれで、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、軍事指導者である。その西暦においては、イリノイ州選出アメリカ合衆国下院議員と、オレゴン州選出のアメリカ合衆国上院議員を、務めた。エイブラハム・リンカーン大統領とは、長い親友であり、米北戦争と南北戦争の時は、アメリカ陸軍の大佐を務めた。 南北戦争のボールズブラフの戦いで一個連隊を率いている時に戦死し、今でもベーカーは戦闘で死んだ、唯一の現職アメリカ合衆国上院議員となっている。ベーカーは1811年にロンドンで貧しいが教育あるクエーカー教徒エドワード・ベーカーとルーシー・ディキンソン・ベーカー夫妻の子供として生まれた。1816年にベーカー家はイギリスを離れて、 アメリカ合衆国に移民し、フィラデルフィアに到着して、そこで、父が学校を始めた。1825年、ベーカー家は、フィラデルフィアを去り、ロバート・オーエンが指導するオハイオ側のユートピア社会、インディアナ州、ニューハーモニーに移り、共同体主義の理想に従おうとした。それからおよそ5年後、ベーカー家は、ミズーリ州セントルイスに近いリノイジュン州、ベルビルの町に移った。 そこでベーカーは、ニニアン・イドワーズ知事と出会い、知事はベーカーに、自分の法律と書室を使うことを認めてくれた。ベーカーは後に、イリノイ州キャロルトンに移転し、そこで1830年に、法廷弁護士として認められた。1831年4月27日、メアリー・アンリーと結婚した。ベーカー夫妻には5人の子供が生まれた。 エドワード・ディキンソン・ベーカー結婚してから1年後に、ブラック・ホーク戦争に積極的に参加した。1835年頃、ベーカーは、エイブラハム・リンカーンと知り合い、間もなく地元の政治に関わるようになって、1837年7月1日には、イリノイ州議会議員に選ばれ、1840年から1844年は、州上院議員を務めた。 1844年、スプリングフィールドに住んでいる時に、第29期アメリカ合衆国会議員の候補指名をリンカーンと争って破り、ホイッグ党員として選挙にも当選した。この会議員は1845年から辞任した1846年12月24日まで務めたが、辞職は1847年1月15日に有効となった。 しかし、ベーカーとリンカーンは友人であり続け、リンカーンは、自分の息子の一人に、エドワード・ベーカー・リンカーンと名付け、愛情を込めて、エディと呼んだ。米国戦争の時、ベーカーは短期間政界を離れ、1846年7月4日に、イリノイ・シガン不評第4連隊の大佐に任官された。ベラクルス包囲戦に参戦し、セルロー・ゴードの戦いでは一個旅団を率いた。 ベーカーは1847年5月29日に栄誉の状態を遂げた。1848年にスプリングフィールドに戻ったが、またアメリカ合衆国会議員候補の指名をリンカーンと争うことを望まず、ガリマに移って候補指名を受け、第31期アメリカ合衆国会議員にホイッグ党員として当選した。1850年の選挙では、 サイドの候補指名を受けなかった。1851年、ベーカーは、フランクリン・ピアンス大統領の閣僚指名を受けられなかった後で、カリフォルニア州サンフランシスコに移転し、そこで、州法廷弁護士として認められ、法律実務を再開した。その弁論術と弁護士としての有能さで知られるようになったのは、この頃だった。その演説の中でも、 最も有名なものの一つは、1858年9月27日、大西洋横断海底電信船が完成した時に、行ったものだった。ベーカーは、大西洋に橋を架けたと考えれば、海を越える、高速のない都が開かれたと言った。1860年、ベーカーは再度移転し、この時は、オレゴン州に行って、1859年3月4日から、 空席になっていたアメリカ合衆国上院議員に共和党員として選出された。その任期は1860年10月2日に始まった。ボールズブラフでのエドワード・ベーカーの戦士バイ・カリールアイブズ。1861年5月、ベーカーは陸軍長官からカリフォルニア州に割り当てられた北軍部隊となる一個不評連隊を立ち上げることを承認された。 ベーカーはその大半をフィラデルフィアで徴兵してカリフォルニア旅団としその大佐を務めた。数ヶ月後ワシントン DC の北ポトマック川沿いの渡し場を守るチャールズ・ストーン、殉将師団の1個旅団式を任せられた。1861年10月21日、ベーカーはボールズ・ブラフの戦いで戦死した。 その死は、ワシントンの指導層に衝撃を与え、アメリカ合衆国議会、両院合同戦争遂行委員会の設立に、繋がった。ベーカーは、サンフランシスコ国立墓地、アズド区域488区画に埋葬されている。ベーカーは、自身について勝って、私の本当の強みは人々を指揮し指導し導く、力だ。私は、 どこでも人々を導くことができると思う、と言っていた。しかし、ベーカーの友人は、その本当の才能は、その弁論の際にあると考えていた。ベーカーの死後約3年で、その未亡人、メアリー・アンには、政府の恩給がついて、月に55ドルを受け取るようになった。この救済策を規定した、連邦議会法は、アメリカ議会図書館のウェーブサイトでも見ることができる。 ありがとうございます。